箱根でバンドさんも皆さん恋してますからって言ってましたけど、僕たちのラブソングをいつか歌ってますけども、そうですね、次に歌うのは友達がですね、片思いをしていて、まあ、こんな時にこう、なんて伝えて、こう思いをなんて伝えていいかわからない、まあ、そんなのも僕らからしてみればね、もう大好きって言っちゃえばいいんじゃないかと思うんですけども、まあ、こんな物語を歌にしていましたので、ちょっと見てみてください。これ、君へ。大阪育ちのイーと申します。よろしくお願いします。
はい、そして隣の実行がですね、福島県浪江町の、はい、ボンボと申します。よろしくお願いいたします。でですね、今日は千葉県出身のですね、パークです。よろしくお願いいたします。そして、神奈川県生まれのですね、アッチです。よろしくお願いします。はい、ちょっと喋ってもらおうか、ね、パーちゃん昨日もないのですよね。今日も大丈夫でした。大丈夫です。あの、笑ってあげてください。お願いします。はい、さて、はい、そしてですね、バックディでうちのですね、はい、もういつもさせてもらってます。そうです。はい、ちょっと一人出身とご挨拶します。福島県出身のメモでございます。よろしくお願いいたします。はい、この5人でですね、やらせていただいております。まあ、活動はですね、まあ、東北から関東でやらせていただいてたんですがですね、去年、今年の9月からですね、九州の方に来させていただくようになりまして、いろんな人たちに出会い、人たちも成長させていただいております。そしてですね、この前に来た時に、まだまだですね、この前来た時にね、お前らの仲間ってすごい素晴らしいなと、どんだけ距離があってもね、関係ないやなと、そういうことを思わせていただきました。はい、でそれを思いですね、9月から、今までですね、新曲をちょっと1曲作ってきました。はい、でフレンドシップっていう歌なんですけれども、友情っていうのがテーマになっております。遠く離れてもですね、僕たちは繋がってるよっていうことを歌っておりますので、聴いていただければなと思います。よろしくお願いします。消えた米粉のような僕、温めて
どうも。